はい、まず率直に戸惑いの部分はもちろんあったんですけど、それと同時に、新天地でもう一度やってやろうっていう気持ちは一番強いです。おとといの夜ですね、電話をいただいて、でその時にはまだその西武ライオンズということは伝えられずに昨日知った感じです。そうですね、その7年半ジャイアンツで、長いようで本当に短い、もう活躍した年なんて本当に2年間もないぐらいだったので、その2年3年くすぶっていたんで、またチャンスが来たと思って、喜びと寂しさとって感じでした。そうですね、選手は基本的にはその会うタイミングがなくて、しっかり挨拶はできないんですけど、その監督コーチ、お世話になった方にはその自分から電話をして報告させていただいた時に、チャンスだから、レギュラー取るつもりでっていう言葉を多くの人にいただきました。そうですね、阿部さんもまず一番最初に電話をして、チャンスだからということで言葉をいただきました。そうですね、亀井コーチも僕から電話をさせていただいて、悔しい気持ちもあると思うけど、これから変わらずに応援していようからっていうことはいただきました。そうですね、今ものすごくチーム状況にもチャンスがあるという言葉をいただいたので、一日でも早く慣れてレギュラー目指して頑張りたいなと思います。そうですね、ジャイアンツにいた時に住谷さんが少し一緒にやっていたん ですごいお世話をしていただいて、でじゃそのライオンズの話を聞いた時に、ジャイアンツと違ったまたいい雰囲気だということは聞いていたんで、すごく楽しみです。そうですね、まず最初に住谷さんに最初に銀さんにちょっと早く会いたい気持ちはすごいあります。そうですね、年齢的にもそうですし、今まではそのジェンツはその年上の人が引っ張ってっていう環境の中で野球をやっていたんですけど、チームの中心になれるように、年齢的にも上の方だとは思うんで、引っ張っていけるような存在になりたいです。そうですね、まず楽しんで、走攻守全部アピールポイントだと思っているんで、どんな場面でも全力でアピールしたいです。そうですね、数字っていうのは具体的にはそのリーグも変わりますし、多分ゼロからのスタートになると思うんで、まずそのレギュラーに近い存在になれるようにっていうのを最初の目標で頑張っていきたいです。まず最初の印象はそのピッチャーバッターともにその力強いバッター、力強いピッチャーっていうのがセ・リーグと比べて本当に多いなっていう印象があるので、そうですね、僕自身まっすぐ強く打ち返していきたいなっていうのはすごいやるので、その強いピッチャーのまっすぐに打ち負けないようにアピールしていきたいです。はい、すいません、失礼します。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこっち、はい、すいません。この度、トレードで読売ジャイアンツから参りました松原誠也です。そうですね、一日でも早くチームに馴染んで、一勝でも多く勝利に貢献できるように頑張ります。ファンの皆さんの声援が、力になるので、大きな声援よろしくお願いします。